ここら一回放散団子だらけやんけ。恐ろしいな。こんなもん間違って食ってもうたらえらいことやで。え、ん？むしゃ、むしゃむしゃむしゃ、むしゃ、むしゃむしゃむしゃ。食ってるー。むしゃむしゃ。食ってもうてるやん。むしゃ、むしゃむしゃ。むしゃむしゃ食ってもうてるやつおるやん。むしゃ、むしゃむしゃ。あっちゃー。きっと放散団子って知らんかったんや。むしゃ、むしゃ。うわー、どないしよう。これから死ぬ運命やのに本人にその知らせない奴と出会ってしまった時ってどうしたらいいんやろ。あー、この団子うんまいわー。なんかまるで。お母さんの味がするわ。手作り放散団子やからや。もしゃ。お母さんの味の正体。手作り放散団子やからや。もしゃ。この家に住んでるお母さんが、化粧にかけて作ってくれたやつやからや。もしゃ。俺たちのために。もしゃ。優しいお母さんなんやわ。もしゃ。もしゃ。もしゃもしゃもしゃ。もしゃ。もしゃもしゃもしゃ。優しくないんやわ。もしゃもしゃもしゃ。手作り放散団子を作るお母さんは優しくないんやわ。もしゃもしゃ。厳しいんだわ。もしゃ。俺らおじぶりにとっては非常に手厳しいんだわ。いやでもきっと子供たちにとっては優しいお母さんなんだわ。子供たちがゴキブリを見て怖がらないように夜中よし団子を作ってるんだわ。やっぱり優しいお母さんなんだわ。むしゃ、むしゃむしゃむしゃ。あー、お腹いっぱい。あれ？あなたもこの団子を食べに来たんですか？え、いや。いやー、とっても美味しいですよ。巣の仲間にも教えてあげなくちゃ。あ、その団子は。え、何ですか？いえやんてー。この団子は毒だからもう数時間後には死ぬんですよとはいえやんてー。僕にその事実を突きつける勇気はないんやてー。それじゃあ僕は、愛する家族が待っていますのでこの辺で。愛する家族。待て！え、何？お前が今食べた団子は、放散団子だ。ゴキブリが食べれば、数時間で死に至らしめる猛毒だ。残念ながら、腹いっぱいに食べたお前はもう手遅れだろう。そして、大切な家族が犬ならもう、巣に戻るべきではない。なぜなら、お前がした糞や、お前の死骸を食べた家族までが死んでしまうからだ。残念な話だが、もうお前に家族に会う時間を残されていない。お前が取るべき行動は、今すぐ、できるだけ遠くへ行くことだ。家族や仲間など、誰の目にもつかないほどに遠くへ。走れ、家族のため、命が燃え尽きるその時まで、走り続けろ。とか言えたらなぁ。